ニューヨークロックフェラーセンターのクリスマスツリークリスマスツリーはクリスマスのために飾り付けられた木である知恵の木の象徴とされる別名の聖樹とも呼ばれるクリスマスツリーの溶剤には常緑の針葉樹の主に葉木が用いられるアメリカでは年間数千万本もの生木のツリーが流通しており最も生産本数が多いオレゴン州だけでも700万本を超える これら商業目的で生産されるツリーのほとんどは規模が大きいため森林ではなく農地で生産されている。この点で環境破壊と指摘されることは少ないがクリスマス後に一度に大量に発生するツリーのゴミの方が環境問題視されることがある。このためニューヨーク州をはじめとした都市部や住宅地では2000年代以降リユースや マテリアルリサイクルを行う取り組みが見られる。クリスマスキャロールのモみの木からも伺われる通り、ヨーロッパでは伝統的にヨーロッパモみが使われてきた。現代では入手が容易であることから広く使われるようになったドイツ頭皮やコーカサス揉み、ノーブルモみなども用いられる。北米ではバルサムモみ、フラセリー揉み、グランディスモみ、ヨーロッパ赤松、カナダ頭皮 コロラド頭皮、アメリカトガサワラなどを用いることが多い。日本では、もみが主に使用され、他に、トドマ松や、欧州頭皮と同族のエゾ松なども使われる。常緑樹が使われるのは、冬の間も緑を保つため、強い生命力の象徴とされたためである。また、クリスマスの起源によれば、 中世の聖夜の交淡祭の序幕において行われたアダムとエーヴァの画材の舞台劇で使われる知恵の木として冬に葉が落ちてしまうリンゴの木の代用に常緑樹のモみの木が禁断の好みを飾るために使用されたのが由来ともされるプラスチック製のクリスマスツリーも存在しており常緑樹に似せられた緑色のものが一般的であるまた ホワイトクリスマスを連想させる白いプラスチックで作られたものもある。選ぶ手間を省くため、オーナメントもツリーとセットにして一緒に販売されていることが多い。オーナメントボールクリスマスツリーは、キリストとはおよそ無関係である。原型は、北欧に住んでいた古代ゲルマン民族のユールという当時の祭りで使われていた歌詞の木である。冬でも葉を枯らさずにいる歌詞は、 生命の象徴とされていた。このドイツの民をキリスト教に回収させる試みがなされたが、樹木信仰が根強かったので、歌詞をモみに変えることでキリスト教化した。モみの木は横から見ると三角形で三位一体を表していると教えた。父なる神が頂点で、古都精霊が底辺の両端に位置するそして1419年に、 ドイツのフライブルクでパン職人の新人会が精霊級認にツリーを飾った。この記録がクリスマスツリーをクリスマスに飾る行為の最初とされている。1600年代にはドイツ各地で記録が残されている。ベルリンには1800年頃にツリーが伝わっている。イギリスへは1840年ビクトリア女王を通じて伝わった。夫のアルバートが ドイツ出身であったため、彼のためにクリスマスツリーに飾ってみせたところから、1860年代に一般にも広まるようになった。アメリカ合衆国で、最初のツリーは、ドイツ移民によって1746年に飾られた。アメリカで導入された当時は、アメリカ建国当初からいた、イギリス系清京都のアメリカ人から、クリスマスツリーは、異教の文化だと断じられて、 反発されたこともあった。現在では、キリスト教徒が少ない日本のような国でも、この風習は根付いている。ロシアのヨール化は、日本の門松と同じく新年を祝うものだが、クリスマスの時期から飾られ、クリスマスツリーと何ら変わるところはない。東京、有楽町駅近くのクリスマスツリー型イルミネーション。季節的装飾の例。日本では1860年。 プロイセン王国の施設、オイレンブルクが交換に初めて飾った。1874年には、原種明により、築地大学で行われた、クリスマスパーティーに、日本初のサンタクロースと共に登場している。1885年に、横浜で開業した明治屋が、1900年に、東京銀座へ進出すると、銀座のクリスマス飾りは広く行われるようになり、 同じ頃には神戸でクリスマス用品の生産が始まった。日本のクリスマス行事は1928年の朝日新聞紙上でクリスマスは今や日本の年中行事となりサンタクロースは立派に日本の子供のものにと書かれるほど定着していた。太平洋戦争中は影を潜めるが戦後すぐに復活。 1948年12月14日には、無所属参議院議員で僧侶のライバ卓道が、東京駅など鉄道各駅のクリスマスツリーが、宗教活動ではないか、憲法違反だと問題にし、内閣に質問書を提出し、運輸省が、季節的な装飾の一つで、宗教活動ではないと釈明する一文弱もあった。12月15日、運輸省は、撤去を指令し、 12月17日、内閣は季節的装飾であると解釈した。現代の日本においては季節的な装飾として定着している。アメリカのロックフェラーセンタークリスマスツリーは毎年20メートルを超える欧州陶碑が用いられるが、日本では大型のツリーは必ずしも受け入れられないことがある。2017年には神戸市のメリケンパークに生木では、 世界一という高さ約30メートルのアスナロのクリスマスツリーが設置されたが設置のあり方や再利用について感情的な意見も含め幅広い議論を呼んだアメリカ合衆国ではシアトル市のタコマ空港にホリデーツリーが飾られていたところ2006年12月10日に撤去されたことがあるこれは地元ユダヤ教のハシディズムのラビであるイラザー・ボゴミルスキーが ここは公共施設なのだから目のオーラーも飾るべきだ。さもなければ訴訟も辞さないと主張したからであった。しかし、これがアメリカ合衆国で右派メディアとして知られるフォックスニュースで報道されたところを騒動となった。ボゴミルスキの元にはアメリカ中から抗議や嫌がらせの電子メールが殺到し、ボゴミルスキはクリスマスツリーを撤去しろだなんて言ってないと釈明した。 そして、空港側にクリスマスツリーを元に戻すように頼んで、元に戻ったことで騒動は終結した。クリスマスは1月6日の高原祭に終わり、この前後にツリーは片付けられ、処分しなければならないとされる。また、南半球では12月は夏の季節であるが、その頃に花を咲かせる植物にクリスマスツリーの名が付けられているものがある。 一つはオーストラリアに生育する、オーバヤドリギカのヌイチアフロリブンダで、もう一つはニュージーランドで12月頃に美しく赤い、花を咲かせる太ももか小笠原太もも族のポフツカワ、である。油電、ガス電で使われる生産装置もクリスマスツリーと呼ばれる。またドラッグレースのスタート時に使用される、信号灯もクリスマスツリーと俗称される。ありがとうございます。